渡しました。ホーリーのあれのやつやってきます。で、まず、まあ、もうホーリーのスタンスはやたらと前から言いまくってんだけど、まあ後ろ足、テール叩く足はこのビスの間、ここね、この間につま先、親指とかのつま先を叩けるように、それで叩くことによって板がまっすぐ上がってくるからです。それが一番大事で、まあ前足はつま先が出るか出ないかぐらい、デッキと平行ぐらいかな。で、オーリーのスタンスは肩幅ぐらい大体なんで、そこからはもう自分の好みでいいと思うんで、まあこれが一応基本のスタンスになります。はい、ということで、いろいろね、応募が DM すげえくれて、何件来たんだしまって、マジでね、ビビるぐらい来たから、ね、もう50件以上来てます。で、その中から俺が見て一緒っぽいなって人とかもいろいろいて、まあランダムに9個選んだんで、その9個のオーリーを解説していくんだけど、まあその50件近く来たやつも、この人とこの人似てんなとか、この人とこの人似てんなっていうのがあった中で9個選んだんで、まあこの動画を見るときに、まあ自分のオーリーと比較しながら、このオーリー自分の似てんなっていうのがあれば、それと比較しながらその解説聞いて自分のオーリーも改善してもらえたらいいかなと思います。まあそれが全てじゃないと思うけど、でもそんな感じなんで、ではまずやってきます。で、一発目のオーリーなんだけど、物声をした時して足が閉じちゃうんだよね。で、なぜこうなってしまうかっていうと、前足が多分すりが途中で止まっちゃって、板が前に出ないから、その分足がこっちから追いついちゃって、こういう風になっちゃう。で、するっていう意識大事なんだけど、横にこうすっても板がこう跳ね返るから、それに対して跳ね返されちゃうから余計止まっちゃう。なんで、まあ、板こう上がって、前足は高さを上げるために使うから、前にするんじゃなく上にすり上げるよ、ズズズズズ。そうすると板がこういう風に上がってくる。で、ここで足首をフッてすることで平行になる。上に横にするんじゃなく、上にすり上げる。すると平行にピークでなる、オーリーになるんで、まあ良くなるかなと思います。まあイメージはね、円を描くような感じで、円を描く。こうじゃないよ。こういう板もこういう書くようなイメージでやるといいのかなと思います。さあ、ポンポン行こう。続きまして、この子は上半身が止まっちゃってんだよ。もうすげえいいオーリーしてんだけど、上半身が止まっちゃってるせいで、ここで詰まっちゃって足が動かなくなっちゃう。しっかり上半身飛ばして、上半身がここで止まっちゃうから、すごい窮屈なオーリーになっちゃってるから、しっかり体上に飛ばして下半身が動きやすいようにしてあげる。
でどうしたらいいかっていうのは、こう真下を見すぎてるから、真下を見るときにこうじゃなくて目線でこうやって見るんじゃなくて、こういうふうに見た。真下を見てもいいから、こうやって体ごと見るんじゃなく、目線で見る。それだけで軸がちゃんと立つから、すると上にも飛びやすいし、動きの邪魔にもならない。はい、次。テールを叩くタイミングが細すぎて板が弾けてないんだよね。前足がね、いい感じに擦れてるから途中までくっついてくるんだけど、これで言うと弾けてないから板をこの力だけで擦り上げてるんだよね。なんだけどこの力もこっちが押さえちゃってる、こっちの足が原因で止まっちゃってるから、上に上がる力がなくなって下に落ちていくしかなくて、前から前のめりに。踏みつきすぎなんだ。そう、踏みつき飛んでこないけど、タイミングすると飛んでくる。今のこの後にやった方の動作をオーリーの時にするのがすごい重要で、どうやったらいいかって、踏みつけるイメージじゃなくて足首のスナップを使って地面にデッキを叩きつける。これが大事。今回説明してる改良点だからね。はい、次。引き叩きすぎてデッキが後ろに行きすぎちゃって前足が滑る。引き叩きするとね、前足に絡みやすいのですごい楽なの。でもちょっとなんか前寄りな着地になっちゃう。まあ引き立たしするといろんなことに結構支障出てくる。ワンエディとかも失格になったりとかするし、まあ、フリップとか抜きやすくなるんだけど、引き立たしをすることでオーリーの擦り上げるこの前足の動きがうまくできなくなっちゃって、できるだけ真下に叩いて飛ぶように、真下叩きだとこういう極端にやってる。次は物乞いをして後ろ足が乗らない。これはね、物声、まあちょっとこう走りながら物声をして、こうなっちゃう。で、これは何が原因かっていうと、
物を見て飛ぶときにデッキをちょっと前に今度送っちゃってんだよね。真下に行ければいいんだけど、物を越えたいから前に送っちゃってるんで、まあ、しっかり上半身しゃがんで、しっかり上半身下にしゃがんで、しっかり上に飛ぶ意識で、その時に板を前に送るとかじゃなく、板は真下に出します。もうさっきなんかでもこれ言ったね、真下に出す引き叩きか、まあ、本当その意識だけ で、あとタイミングが合えば飛べるようになるので、そこを意識してやってください。自分がジャンプしてあげて、空中で板が平行になったところを耐えてあげるように意識する。これができればいいんだけど、前足が、釣ってるのを途中で諦めちゃって下に落ちちゃって、でやっぱりすると後ろ足今みたいに離れちゃうから、空中の滞空時間をもっと持たせようっていう意識をしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、次はこのオーリーはね、すごい途中までめっちゃ良くて、テールもいい感じに弾けてるし、上まで引き上げてるんだけど、上まで引き上げてここの時にここまで来てんのに、ここで諦めちゃう。足首をここからピッピッてこう、ピッピッてできたら、こういうふうに、ピークで90度、平行になるんだけど、ここで諦めちゃうから、ピークの後の平行になる。
っかりと最後の脳の筋肉を最後の最後まですり上げて、それをピークで感じてあげると、この前足をね感じといてあげると、痛くグイッてこう上がってくるかな。そんで最後のこの子は、これはねすごい典型的な後ろ引き叩きしすぎてて、でこれのあれが良くないなと思うのが、後ろ足がこういう風になる。こうするとやっぱ叩き、こっち叩きやすくなってるから、ハの字っていうか開いてる感じ、すると後ろにやっぱ叩きやすくなっちゃうんで、最初はやっぱできるだけこうまっすぐにしてあげた方がいいかな、後ろ足。するとやっぱ下に叩きやすくなるから、真下に叩ける叩くようにするために、スタンスをこうじゃなく、慣れてきたらこれでも叩けるようになるから、最初このオーリーを覚えるまではちゃんとこれで覚えた方がこれはいいと思います。前足着地の時にね、うんってやっちゃうからデッキ飛んでっちゃったりしてるんで、ほんとしっかり着地する時に足を叩きつけるんじゃなく、大事です。まあこんな感じかな。まあほんとね、いっぱいいろんな動画を送ってくれたんだけど、その中でもちょっと気になったっていうか、ここをこうしたらもっと良くなるよっていうのを厳選して、ちょっと今回やったんで、まあ動画見ながら自分の照らし合わせながら、こうこうこう、俺これ似てるみたいなのをやって、今言ったのを意識しながらやってもらえたらいいかなと思います。分かりづらかったらごめんね